火災城は現在の東京と葛飾区青戸にあった日本の城である。鎌倉時代に官武兵士の流れを組む火災医師が上官として気づいたという伝承もあるが、その詳細は不明である。確実なところでは関東地方における京都区の乱において、旧と根川筋を挟んで西側に、上杉、幕府方、東側に、小学坊の勢力が対峙する情勢の中、 15世紀中央に、関東寒冷化の上杉法の城として築城されたと考えられる。青戸は、当時にあっては、上杉法の最前線で、最初の火災上主は、武蔵国四五代大石氏の一族大石、岩見守であり、江戸城を居城とする、大喜谷上杉家の火災、大田道館と連携して、小学坊、足利重氏の動きを牽制していた。2年に、 足利重氏が火災城を攻撃したという記録が残っている。干渉3年から文明10年にかけての一時期、上杉方の武将千葉ミ種が入城したと言われるが、その後、再び大石氏が火災城に入った。火災城は中川の打工部を天然の堀として背後に持つ平城で、戦国期には下佐国への重要な進出拠点として、大木谷上杉氏や、 後北条氏の支配下に置かれた。特に、河野台が戦時には、後北条氏側の最前線として徴用され、中川、太日川を挟んで、河野台城に陣取る子弓保を、足利義明や里見白と激戦を繰り広げた。二度の河野台の戦いで先鋒を務め、二度目の戦いで戦死した、遠山綱影は、火災城の上主であった。また、 ご法上氏によって擁立された古学坊、足利義氏の元服式が行われたのも、葛西城であった。天正十八年の豊臣秀吉による小田原征伐の際に、戸田忠次らによって攻められ落城。廃城となるが、徳川家康が江戸に入府後は城席に、青戸御殿と呼ばれる寺に屋が建てられ、三代、家光の頃まで高刈りの宿舎として利用されたが、明暦三年頃、 明暦の大火で消失した江戸城西券の資材のために破却されたという。五天山公園中心部を南北に間七通りが横切っており、わずかに東西に分断されて残った城郭跡がそれぞれ五天山公園、火災城市公園となっているが目にすることのできる遺構はない。昭和47年に道路建設に伴う発掘調査が行われ、戦国期の陶磁器、湿気、 人骨など様々な遺物が発掘された。また、中世末期から、近世初頭の多数のすっぽん遺体が出土しており、近世に、西日本から、新たにもたらされた食文化と考えられている。定石の保存よりも開発を優先させたため、道路建設のため定石は一部は破壊され、道路下に埋め戻された。ありがとうございます。